元鹿の四国統一は目前かと思われた。三好を破り、阿波、讃岐をも手中に収め、残りは伊予一国。そこで彼の時が止まった。伊予河野家の若年当主道直の思わぬ抵抗に遭い、元鹿の伊予の制覇は遅々として進まなかった。元鹿の脳裏にはあのなまめかしい影が浮かんでいた。四国の将、伊予侵攻。若年の道直にしては世知に長けた軍略。もしやまた抹消の小少将の仕業かの。お前はなぜここにいる。父上は今何やら大忙しなのじゃ。故にわらわは父上の名代として。邪魔するわね。ああ、そっちは噂の魔性こしょ。おう、河野道直を操っているのは貴様かと思っていたが。あんな子供を騙す趣味はないわ。あの子を操っているのは毛利元就でしょ。ねえ、私が手を貸してあげましょうか。安くしとくわよ。無用だ。即答。ほんと腹の立つ男。役に立たなければ何もいらないわ。それなら文句ないでしょ。勝手にしろ。役に立たなかったとは言わせないわよ。約束通り望みは聞いてもらうから。なぜ俺のそばにとどまることを望む。私が世間からなんて呼ばれているか知ってる？不幸を呼ぶ女。あなたも不幸にしてあげる。つまり俺にお前の宿命をねじ伏せろと。はあ、なんでそうなるのよ。ここにいたければいればいい。だがお前の宿命をねじ伏せるのは俺ではない。え、ならばわらわか。師匠がここにとどまるならわらわも共に残るぞ。もっといろいろ教わってこの子をコロコロ転がすのじゃ。師匠ってあたし。やめておけ。光秀の涙を見たくはあるまい。元鹿はついに四国を統一した。だがその喜びもつかの間、時代は急激に動き出す。天下人と目された織田信長が元鹿の友明智光秀の謀反に遭い死んだのである。光秀もまた同じ織田家臣の羽柴秀吉に討たれた。信長の後継となった秀吉はその矛先を四国へ向ける。秀吉配下の石田三成率いる四国討伐軍が讃岐より上陸。三好家の残党と合流し引田城を拠点とした。四国を覆い尽くす天下人秀吉の圧倒的な軍勢と物資だが、元鹿は動じなかった。四国の将、引田の戦い。ねえ、本気なの？勝算がないのに戦う気？俺は
光秀が宿した反骨の魂を継ぐ。それはご立派ね。でも死ぬわよ。たとえ影すら失おうとも、俺たちが生きた証をこの地に刻み込むまで。バカみたい、本当男って。わらわちゃん、まだ間に合うわ。今すぐここを離れなさい。わらわが逃げ出せば、父上の志はこの世界から消えてしまうのじゃ。そんなの、あなたが背負うことじゃないわ。ここにいれば死ぬのよ。ならば教えよ、なぜ師匠は逃げぬのじゃ。逃げるわよ。あの人が不幸に落ちるのを見届けたらね。嘘じゃな。師匠は逃げぬ、わらわも逃げぬ、元近もわらわも師匠も同じじゃ。あら、剣豪さん、本当に来てくれたのね。悲壮感たっぷりの文で人を呼びつけといて、そりゃないんじゃないかね。ごめんなさい、手紙出したことも忘れてたの。でもありがとう、頼もしい。本当に、おっとっと、しおらしいね。美女ちゃんらしくないんじゃないの。だがこの戦、一振りの刀でどうなるもんじゃない。むしろ美女ちゃんの頑張り次第じゃないかね。私？無理よ、無理無理。秀吉の大軍相手に何ができるっていうのよ。私は不幸を呼ぶ女。近づいた男はみんな不幸に落ちた。でもあなたは宿命に逆らった。お前の反骨魂、俺は生かされたらしい。この戦で俺はお前の中に俺を見た。お前は俺で、俺はお前だ。全然意味がわからないんだけど。この先に待つのはさらなる茨の道。それでも時代に抗う覚悟はあるか。なのじゃ。いいわ、日焼けしない程度に抗ってあげる。反骨の調べを奏で続けよう。誠実にな。